意外と混んでいるな。さて、どこに座るか。食べろ！いやいや。ん？あれは評定のムカヒ君とおしたり君か。この年になって好き嫌いか。納豆か。今度の納豆は絶対勇士もいけるって。いけへん、絶対いけへん。納豆って名前がついてる限り一生いけへんわ。いけるかどうかは食べてみてから決めろよ。食べてみんでもわかるわ、納豆やからな。だから今度のは大丈夫だっつってんじゃん。何をもって大丈夫って言ってるの。はあ、納豆が苦手っちゅうてる人間にそんな情熱かけんでええのに。俺がお前に食べさせたいの。はあ、さよか。ほな、せいぜい気張り。ごちそうさん。ほな、ガクト、お先。あっ、逃げやがった、クソクソ勇士め。ムカヒ君。うわっ、って徳川先輩。隣大丈夫かな。ああ、いいですよ。すまない、おしたり君との会話が聞こえてしまったんだが、もしかしてムカヒ君は納豆を自作しているのか。そうです、俺納豆好きなんですけど、うまい納豆自分で作れねえかなって。すごいな、ガック。それはとても興味深い。そんで今回は納豆が苦手な人でも食える匂いの少ないものを作ったんです。勇士にも納豆の良さを分かってほしくて。俺、勇士でも食べられる納豆を作るのが目標なんです。面白そうだ。もし試食会を開くときはぜひ呼んでほしい。はい、来てください。っていうか徳川先輩、納豆好きなんですね。ああ、和食が好きなんだが、特に納豆は好きだ。だが作るという発想はなかったな。手作りすれば味も広がりそうだ。どうやって作るの、納豆って。そうなんですよ、癖が強かったり弱かったり自分の好きなように作れるんで。ここをどう変えたら癖強くしたり弱くしたりっていうのが分かるの。ああ、でも味の探求だったらアレンジとかも無限の可能性がありますね。それはできそう。そうだな、シンプルに海苔とネギはうまい。あと小エビを混ぜるのもおすすめだな。俺はカニカマとかも好きですね。ごま油で風味変えんのもいける。ほう、なかなか珍しい組み合わせだな。今度試してみよう。めちゃくちゃうまいんでぜひ。あとはネバネバ系でオクラとかかな。確かにオクラはうまいな。あとはちょっと待てん？四天王寺の一王子君か。オクラはうまいな。で、それだけですか？あかんあかん、オクラのことなんも知ってへん。そっちか。まずオクラは栄養素が豊富や。ビタミン、カロテン、葉酸、カルシウム、なんと食物繊維まで入っとる。夏バテ防止とか腹関係の作用に効果的や。それにオクラは他の食品とも合わせられるけど、茹でて切るだけで一品になる。そのまま食うても他の食品に合わせてもうまい。最高の食材やね。確かにな、オクラは単体の和え物でも他の食材との和え物でもうまい。栄養もうまさも兼ね備えた万能の食材かもしれないな。分かってはるやないですか、徳川さん。俺、今まで徳川さんのことを誤解してたかもですわ。めっちゃええ人やん。今の会話のどこに誤解が解ける様子があったんだよ。オクラ好きに悪いやつはおらん。いや、それは単純すぎんだろう。
考えたら納豆もオクラもポテンシャル高いよな。栄養も他の食材との親和性も味も全てが秀でている。ポテンシャル高いもん同士仲良くしていこうや。そうだ、この2つに合う食材があるぞ。え、何ですか？とろろだ。ああ、それはうまいですわ。同じネバネバ同士だもんな。ああ、この3つの食材の親和性は非常に高い。ネバネバと一口に言ってもそれぞれ質が違う。それぞれのネバつきがマッチしている上、味の凹凸が噛み合い喧嘩しない、非常に相性のいい組み合わせだ。ん、どうしたんだカイドウ君？いえ、トロロの話が聞こえたんで黙ってらんねえなと思って。ほう、ほな聞かせてもらおうか、お前のトロロ道を。トロロ道？いや、トロロ道ってなんだよ。俺はトロロに一番合うのはそばだと思ってます。ふんわりとしたトロロに包まれたコシのあるそばは最高です。夏場食欲が落ちた時でも食べやすいし、トロロ自体に栄養がある。そばの栄養素と合わせると完璧です。トロロを使った料理はたくさんあるが、確かにトロロそばはうまいな。そば、納豆かけてもうまいですよね。オクラかけてもうまいわ。あれ、ほんならもしかして。ああ、納豆、オクラ、トロロをすべてかけてもうまい。おお、ネバネバそばですね。それぞれが手と手を取り合って織りなす絶妙なネバネバハーモニー。悪くねえ、いや、むしろいい。この食材のように俺たちも手を取り合って上を目指していこう。はい、同志やからな。一部始終聞いてて、どこにそんなに盛り上がる要素があるのかさっぱりだったけど、徳川くんが楽しそうで何よりだよ。カバジ君がヨットの本を読んでいる。まさか彼も好きなんだろうか。聞いてみてもいいだろうか。カバジ君、もしかして君もヨットに乗るのか？いいえ。そうか、じゃあヨットが好きなのか？ボトルシップ。ボトルシップ？ボトルシップを作ろうと思っています。ああ、作品のためにヨットを見ていたんだね。うっす。カバジ君はボトルシップをよく作るのか？うっす。へえ、興味深いな。作品を見せてもらえないだろうか？うっす。写真ですが。ああ、構わない。おお、すごく細やかだ。手先が器用なんだな。うっす。他の写真も見せてもらってもいいかな？うっす。へえ、いろいろなボトルシップを作っているんだな。どれも素敵だと思う。ありがとうございます。もしヨットで作品を作ったら、その時はぜひ見せてほしい。実は俺はヨットが好きなんだ。うっす。ヨット？なんだ、またじっくりヨットの方を眺めている。次の作品ヨットで作ります。本当か？うっす。そうだ、カバジ君さえよければ
一緒に実物を見に行かないか。近くにいろんなヨットを貸してくれる場所があるんだ。そんな場所あんの？よし、お願いします。よし、なら早速出かけよう。ヨットもいろいろ種類があるんだ。そうだな、大きく分けてディンギーとクルーザー。ディンギーは一人ないしは二人、クルーザーはそれよりも大きいタイプだ。多分クルーザーの方はアトベ君と一緒に乗ったことがありそうだな。まあ乗ってるでしょう。うし、だったらディンギーの方が。もし乗れたらシングルハンドヨットにでもと思ったけど、今日は難しそうだ。なんで？あの、なんだ？自分のことは気にせず乗ってきたらどうでしょう。ああ、でもな。ん？あれ、徳川さんにカバジ？君たちは黒羽くんに天音くんか。海で会えて嬉しい。こら、ダビデ。いて、マーネさん、この距離でその飛び蹴りは痛いっす。にぎやかだな。うちのダビデがすみません。なんか珍しい組み合わせですけど、どうしたんですか？カバジ君の作るボトルシップの参考になればと思ってヨットを見に来たんだ。カバジがボトルシップ？意外な趣味だな。今から乗りに行くんですか？いや、そうしようと思ったけど、今日は眺めるだけにしておこう。え？せっかく来たのにもったいないですよ。教えてもらえるんなら俺らも挑戦しますよ。なあ、ダビデ。二人は何しに来たの？挑戦には挑戦し、うっ、ダービデー。バーネさん、せめて最後まで言わせてください。そうだな、ヨットに空きがあるか聞いてくるか。残念だが短時間しか空きがないみたいだ。それなら仕方ないですね。あ、じゃあ徳川さんが乗ってるところを見せてくださいよ。みんなは乗れないがいいのか？自分も見たいです。そうか、ではお言葉に甘えて乗らせてもらおう。いってらっしゃい。俺だけ楽しんですまない。そんなことないですよ。俺たちも見ててすげえ楽しかったです。ヨットでヨットらんか。うん、バーネさん、タンマすごくかっこよかったです。よし、ありがとう。そう言われるとなんだか照れる。ああ、そういえば二人はなぜ海に来たんだ？海遊びに来たんですよ。でも中に入るには水温が低いし、夜に花火するにも寒いし。ああ、そうだ、あっちの方に洞窟があるって聞いたんだった。洞窟か。せっかく来たからには海を遊び尽くすってことで、みんなで探検に行きませんか？ああ、いいだろう。カバジ君はどうだい？うし。よし、じゃあ行きましょう。なかなか面白かったな。ですね。鍾乳洞みたいな感じで雰囲気も良かったし、魚とか貝も取れたし。いい海だった。俺も幼少に戻ったようだった。徳川さん。なんだ？ありがとうございました。ここに来たおかげで創作意欲が湧きました。そうか、力になれてよかったよ。完成した暁にはぜひ見せてほしい。うっす。
テレビでウィンタースポーツの特集をやっている。どうそんな時期になってきたのか。ねえ見て、楽しそうだよ。あん？おわ、スノボだ。いいな、いいな。ウィンタースポーツか。季節のスポーツってやっぱりいいよな。見てたらやりたくなってきちゃった。君たちもウィンタースポーツが好きなのか。ねえ、好きです。そうか。実は俺もスノボが好きなんだ。そうなんですか。僕はウィンタースポーツだったら大体何でも好きです。おお、では一緒にやろうと言いたいが、基本的にまだ難しい。そうですね、残念だけど。話は聞かせてもらったぜ。うお、ムカヒ、突然何？ウィンタースポーツ、スノボが好きと聞いてな。諦めなくても似たようなことならやれるぜ。何をするつもりなんだ？へっへん、スケボーなんてどうよ。スケートボード。ウィンターどこ行った？ま、細かいことは気にすんな。まずはやってみてのお楽しみってことでスケボーやろうぜ。はいはい、俺もやりたい。お、なら決定な。怪我さえしなかったらテニスにも役立つから。あ、徳川先輩もやるんですからね。じゃあまた後でな。嵐のようだったな。ええ、僕たちは強制的に参加ってことなのかな。怪我さえしなければというところには不安しかないな。ほら、ちゃんとボードが合宿所にあるってことはテニスのトレーニングに役立つってことなんだよ。そうなのか。ま、そういうことにしときますか。じゃあまず乗り方なんだけど、最初に右足が前か左足が前か決める。決めたらこうやってこう。その教え方、足をこっち向きにするだろ。で、こっちの足で蹴ってこう。わかるか、藤君。いえ、全然。ほいほいと。ねえムカヒ、こういうこと？お、やるじゃん菊丸。すごいな菊丸君は。ええ、さすがの身体能力ですね。ねえムカヒ、なんか技を教えてよ。ああもちろんだぜ。でもちょっと待ってろ。ほらほら、徳川先輩も藤も。ほう。お、上手ですよ。いい感じ、いい感じ。おっと、ダメだ。やっぱり難しいな。そうか？全然悪くねえと思うけど。スノボに慣れてるせいか、感覚がつかみきれないや。藤君の言う通りだ。雪とコンクリートの違いも大きいが、足が離れてしまうのがやりにくいな。ええ、でも、もう少し練習すればいけるかも。ああ、慣れるまでが大変だ。なるほどな。徳川さんは身長もあるから、ボードが小さく見えます。そうだ。もう少し大きなボードはないだろうか。この大きさのボードででっかい海外選手だって滑ってるし。ムカヒ、ドンマイ。肩叩くな。スケートボードにもだいぶ慣れてきたな。ええ、二人ともかなり乗れるようになったじゃないですか。そうだ、もう少しトリックとかやりやすい場所行きましょう。
坂とかあってここよりスピード出るし楽しいですよ。わあいいね、行こう行こう。そうだな、行ってみるか。じゃあこのまま行きましょう。ついてきてください。はいはい。やはり坂があるとスピードが違うな。そうですね、こっちの方が楽しいや。ムーンサルト！キクバルビーム！あんな風にできたらもっと楽しいんだろうけど。まずテニススタイルから変えないといけないかもしれませんね。うん、俺もムーンサルトを取り入れてみようか。冗談だ。徳川さんも冗談言うんですね。お、この辺すげえやりやすそう。ここはダメだ、通行人の邪魔になる。うん、それに俺たちはここに来るまでで満足した。この辺りでお開きがちょうどいいだろう。思ったよりも楽しめたよ。誘ってくれてありがとう、ムカヒ君。僕も楽しかったよ、ありがとう。ならよかったです。じゃあ俺たちはもう一滑りしてこう。いいな、行こうぜ。あの二人は本当に賑やかですね。ああそうだな。手塚君、隣へ。ああ構わない。いや午前からよう動いたわ。試合形式の練習だったからな。手塚君と当たって嬉しかったで。勉強させてもろた。それはこちらのセリフだ。あ、白石のめっちゃうまそうやん。ワイにも一口ちょうだい。金太郎も作ってもらえばいいじゃん。金ちゃんに越前君、ここは空いとるで。トナお邪魔するわ。ういっす。で、金ちゃん座ったそばから俺の昼飯奪わんの。白石のケチ。お前たちも午前中はコートにいたな。はい、試合形式の練習だったんで。あ、そういえば今日の練習中な。越前君、これ好きじゃなかっただろうか。ポンタのクレープどうしたんすか。もらい物なんだが、俺は普段炭酸は飲まないし、君がこれを好きだったと思い出した。もらっていいんすか。ああもちろんだ。どうもっす。ああ腰前ばっかりずるいわ。ワイもジュース欲しい。困ったな、今はこれしか持ってないんだ。コンタクレタイム入りました。残念だったね金太郎。腰前、ワイと勝負して勝った方がそのジュースもらうことにしよう。やだ。ほな徳川の兄ちゃん、ワイと勝負しよう。そうだな、俺に勝てたらジュースを買ってやろう。もうよかったやん金ちゃん。ほんまか、やるやる。テニスもできてジュースも買ってもらえるなんて最高や。徳川さん、俺ともやろうよ。順番にな。って喋ってるとこ見つけてんけど、自分ら徳川さんとめっちゃ仲良ない。そんなことがあったのか。ちょくちょく二人がお世話になってんのは知ってたから、お手本にせな思ててんけど、ちょっと真面目すぎる性格やから損しそうな感じはしとるし、それも心配でな。それって白石さんもじゃ。ん？いや、なんでもないっす。とにかく二人ともあんま無理言うたらあかんで。無理なんか言うてへんし、徳川の兄ちゃんはめっちゃええ人やねんで。勝負もしてくれたし、ジュースも買ってくれた。金ちゃんが買ったん？
せやからそういうとこが、はあ、しゃあないな。俺一回徳川さんにちゃんとお礼言いに行かなあかんかもしれんわ。越前も世話になっているようだから、その時は俺も一緒に行こう。おおきに、手塚君。なあ、そういえばこの間の休み、二人が可愛がっとる徳川見かけてんけどな、あいつ自分を追い込みすぎちゃう？あれ大丈夫なん？何がだ？休みの日やのに一日中ずっとハードな練習しとって、なんやオーバーワークで見てるこっちが不安になるわ。体休めんのも大事やて、ちゃんとあいつに言うたってるか？仕方ないよ、手を抜けない性格なんだから。目標に向かって進んでるだけだ、放っておけばいい。まあカナダとウサギさんがそう言うんやったらええけど。あ、噂をすれば。おお、あんなとこにおるやん。なあなあ徳川の兄ちゃん、今度はワイと試合してえな。何度やったと思っているんだ、もう試合は十分だ。俺は別のトレーニングに向かう。ねえ、ケチ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 。また明日だ。明日もやる。でも今日もやんねん。金太郎わがまま言いすぎ。さっきも俺が練習してたのに割り込んできたし。だってなんや、二人でおもろそうなことしてんねんもん。わいこてやりたかったんや。わかった。では俺に筋トレメニューで勝てたら試合を考えてやってもいい。ほんまか？約束したで。ほなはよトレーニング行こうや。わあ、なんなんあれ。最近弟分ができたみたいで構うのが楽しそうだね。あの徳川に弟分とはな。あれ鬼、なんかうるうるしてない？これは汗だ。お兄さん、ほん、まあなんや、よかったやん。兄ちゃんしとる徳川も面白いし、ええ息抜きになっとるみたいやしな。ああ、本当によかったよ。そうだな。悪くないコース。そっちこそ。ありがとうございました。俺も少し本気を出した。日に日に強くなっていくな、お前。当然、またお願いします。楽しみにしている。ウィス、じゃあお疲れっす。ああ、お疲れ様。よ、龍馬、お疲れさん。ほれ、ポンタまで持ってきて。何かあるに決まってるよね。お兄様の行為は無駄にすんなっつーの。そういや今徳川と練習してたけど、あいつってどんなやつ？そんなの俺よりあんたの方が知ってるんじゃないの？お前の視点から聞きてえの。別に見たまんまでしょ。天性っていうより努力型だよね。簡単には勝てない。あんたもやってみればわかるよ。結構言うじゃねえか。じゃあ俺行くから。なんだ釣れねえの、徳川和也ね。次は腹筋だな。お疲れ様です。ああ。徳川先輩、少しよろしいでしょうか。ああ。なんだ。
先ほどまでやっていた筋トレメニューのことですが、俺たちの与えられているメニューとも違う非常に無駄が少なく計算し尽くされたルーティンに見えました。そのメニューは誰が考えたものなのですか？俺が考えたが、コーチにも見てもらっている。ほう、素晴らしいですね。興味があるなら一緒にやるか？ぜひお願いします。とはいえ、君ももういくつかメニューをこなしているな。俺も半分はこなした。途中からになるが、それでもいいか？問題ありません。よろしくお願いします。これでしまいだ。ありがとうございました。うん、やはり素晴らしいメニューでした。そうか、君にも会っていてよかったよ。よろしければ次回は最初からご一緒したく思っているのですが。ああ、構わない。ありがとうございます。そうだ、よくここで会うカイドウにも声をかけていいでしょうか？もちろんだ。彼も鍛えるのが好きなのか？好きかどうかは定かではありませんが、自分を追い込むストイックさはある男だと思います。そうか、彼に会ったら直接聞いてみよう。真田さんから聞きました。よろしくお願いします。ああ、よろしく。カイドウ君はトレーニングが好きなのか？テニスが強くなるなら何でもします。ほう、向上心があるのはいいことだ。俺のメニューだから、二人とも決して無理はするなよ。俺たちにはついていけないとでも？上等だ。わかった、では始めるぞ。まだいけるか？望むところを。ああ、よし、では続けるぞ。ラッストア！ふぅ！ふぅ！お疲れ様。これで全メニュー終了だ。よかったらこれを。俺のおすすめのプロテインだ。ありがとうございます。いただきます。下流が水でも溶けやすく、ダマになりにくい。味も悪くなく飲みやすいだろう。そうですね。これはどこのメーカーのものですか？成分もできれば知りたいです。ああ、今見せよう。これだ。おお、うちで飲んでいるものよりも随分と飲みやすい。成分的にも悪くないな。そうだろう。この飲みやすさで成分も申し分ない。俺はしばらくこのプロテインを愛用している。これは部内でも広めたいですね。今度メンバーに相談して導入を検討します。俺も先輩たちに勧めてみます。そうか、気に入ってもらえてよかった。カイドウが声楽以外のメンバーと話しているのを見ると、見守りたくなるこの気持ちは何なんだろうな。親心です。うんうん、こういうのを親心っていうのかにゃ。まさかエイジから親心って言葉が出てくるとは。違った？いや、おそらく合っている。徳川さんに後でお礼を言っておこう。早朝のランニングは鍛えるためだが、朝の空気が清々しくていいリフレッシュになる。だがいつも同じコースというのも変わり映えがないか。今日はこっちに行ってみるか。
あれは。カイドウ君。どうもっす。よかったら一緒に走らないか。はい。そういえば先日カイドウ君も早朝ランニングをやってると聞いたが、会うのは初めてだな。そうっすね。いつもこのコースなのか。はい。なるほど。なら出会わなかったのはコースのせいか。徳川先輩はいつも違うコースなんですか。ああ、今日はたまたま別の道を走ってみようと思ってな。そうしたらカイドウ君がいたんだ。いつもは誰にも会わないから新鮮だ。へえ、このコースだといろんな人を見かけますよ。ほら、あそこにも。ん？へっへっへっつやお、真田さん、いつもあそこで素振りしてます。おう、カイドウ。それに今日は徳川先輩もいらっしゃったんですね。ああ、お前も一緒に走るか。せっかくのお誘いですが遠慮しておきます。この後は書道で精神統一をしますので。そうか、ではまた練習でな。あとは、ああ、いた。あれは日吉君。いつもあの辺りで古武術の稽古をしてます。ほう、みんなこうして朝から自主練をしているんだな。結構の人自主練してるイメージだけど、徳川先輩は会わなかったの誰とも。はい、だから俺も負けてらんねえって思うんです。そうだな、俺も新たな発見と刺激があった。たまにはこうしてコースを変えてみるのもいいものだな。なあ、越前くん。なんすか。今日の練習後の自主練だが、一緒にやるか。へえ、時間を気にせず相手してくれるってわけ。ああ、構わない。その言葉忘れないでよ。では後で。練習で疲れすぎるなよ。そっちこそ。ねえ、そろそろ始めたいんだけど。もちろんだ。今日も1級から増やしていくぞ。最初から10級でもいいのに。まだお前には早い。ほら、行くぞ。ちゅう、弾の勢い、吸収、コース、どれをとっても初めて打ち合った頃からものすごい速さで成長している。しかも通常練習後にこの力、体力も相当ついている。末恐ろしいやつだ。ねえ、何考え事してるんすか。いや、そろそろ弾を増やそうと思ってた。5級に増やすぞ。楽勝。はっ。おお、なかなかやるな。ねえ、早く10級にしてよ。5級は難なく打ち返せる。しかもこの球威で。さすが俺が新しい希望と認めた男だ。いいだろう、10球に増やすぞ。望むところ。もう10球でも打ち返す。それどころか反応速度が速くなっている。最初から10球は速いと言ったが、それが可能になるのも時間の問題か。俺もうかうかしてはいられないな。
甘い。やっぱり返せるよね。ってお前の方はどうかな。やろ、勝負はこれからっすよ。ああ負けちまうな、ちびすけ。さっきから見せてもらってたけど、なかなかいい勝負してるじゃねえか、ちびすけ。邪魔しに来たならあっちに行ってよ。今いいとこなんだよね。まあそう言うなって。徳川っつったっけ。俺ともやろうぜ。ちびすけが褒めてただけあって張り合いがありそうだ。どうしたんですか、言葉発さないけど。おいおい、そんな顔すんなって。同じ合宿に参加してる仲間だろ。な、敵睨むみたいな。って、ああ、はいはい。あん時のことね。紅白対抗戦では妨害役だったけど、まあなんつうか、正々堂々と高校生の連中を叩くのにも興味あったんだよな。あれはあれで楽しかったけど、やっぱり試合してみてえよな。徳川さん、聞かなくていいっすよ。大丈夫、その挑発受けて立ちます。じゃあ一丁頼むわ。ねえ、俺との勝負がついてからにしてよ。ああ分かってる。おいおい、すねんなよ龍馬。すねてないし。ねえ早くやろうよ。おう、早くちびすけ任して俺と勝負してくれよ。負けないし。はあ、打った打った。あー喉乾いた。あ、自販機見っけ。やっぱ練習の後はポンタだよな。それは同感。やっぱ最高だな。二人して同じものが好きなんだな。まるで兄弟みたいだ。だろう？って兄弟なんだけど。一緒じゃないっすよ。俺はグレープでこっちはオレンジ。なんだよちびすけ、照れてんのか？ん？照れてない。まあ今日は割って入って悪かったな。楽しかったぜ。礼だ、ほらよ。あれ、炭酸飲まないんじゃなかったっけ。同じ炭酸飲料か。なんだよその顔。いえ、ありがとうございます。飲まねえのか。いただきます。うん。なんだよその顔。あー、もしかして炭酸苦手だったか。悪いな。そういうわけでは。つうか苦手なら無理して飲まなくていいのに。せっかく礼としてもらったものを無下にするわけにはいかないんだ。真面目だな。真面目ちゃんだな。軟弱だな。平等院さん、苦手なものがあるのは軟弱な証拠だ。そんなことで俺に勝てるはずがない。え、炭酸飲料飲めないだけで。煽るだけ煽って生きやがった。俺は軟弱などではない。ちょ、徳川さん。ああ苦手なのに一気に飲むなよな。俺は必ず炭酸を克服してあいつに勝ってみせる。炭酸克服したぐらいじゃ勝てないよ。簡単に煽られすぎだろう。やっぱ真面目か。ポンタ飲むならグレープの方がおすすめっすよ。ああ次回はグレープにしよう。
ああ、ま、その真面目さも徳川らしさってことか。